哇，店里面也太漂亮了吧！Hello， 大家好，我是 Leo。今天这个影片呢，带大家来吃饭。现在呢，我们的人呢是在六本木一丁目车站的附近。哎呦，这么亮亮！对呀、啊，在六本木这里呢。那我们要去的吃饭的地方呢，是在我后面这一座楼啊。这个楼呢，可能平时大家不会看到的，它是 Office Building， 里面有很多厉害的公司。那我们就今天呢，就是他们有邀请我们来吃一家新开的店，听说非常厉害。会打破大家的三观，他是卖炸猪排的哦，不是一般人可以想象中的那样子哈。听说了，我们还没吃的，听说哦，所以我们就要去看一下有什么厉害，走吧，走吧。是这里吗？没有错，这个店的名字呢叫惠比寿卡兹塞，我刚刚 get 到它的意思了。卡兹是炸的嘛，炸物嘛，猪排嘛，塞是踩嘛，那有一个汉字呢叫喝彩，卡塞，所以它的 concept 应该是喝彩。我在网络上也是看到这家店，他们对这个素材的讲究嘛，那你进门这里呢就有这个一些证明了。首先我们看这个米是用岩手县的福禄寿多国美，很厉害的岩手县的米很好吃嘛。然后呢，他们这家店也是有卖这个牡蛎嘛，哇，这个也是从这个广岛过来的。然后这是油，没有错，各位，他们最大的特点呢，就是他们这里用的这个油啊，是用米油哎，国美阿布拉。然后说到这个炸的东西嘛，一定要是那个盘锅，对，盘锅嘛，面包粉嘛，哈，它这个面包粉呢，也是很有讲究的。那店长呢会亲自带我们。跟我们讲这家店的魅力。よろしくお願いします。お願いします。はい、二人です。お願いします。哇，店里面也太漂亮了吧！ここってどういうコンセプトっていうか、普段普通のカツとはなんかどこが違うんですかね？当店のエビスカツサイというブランドのコンセプトは晴れ晴れカツサイというコンセプトで、晴れ晴れ、はい、晴れ晴れ。食材もすごいお客様の健康を考えた食材を使用しており、お客様の日常をより晴れの日に変えていくためのお店としてやらせていただいておりまして、食事もそうなんですが、この空間自体も楽しんでいただけるようなコンセプトでやらせていただいております。楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そうですね、本日のこちらのメニューブックでございます。本日おすすめさせていただくのが、こちらの柔らか棒ヒレカツ御膳 180g なんですけれども、こちらのヒレの何が特別かというとですね、はい、1頭から数食分しか取れない希少な部位を使用しておりまして、とても柔らかくてすっぱりしたお肉になっております。なんか、はい、あの身がちょっとピンクなんですね。あ、そうなんです、低温調理で揚げているので、なるほど、はい、こちらがヒレのお肉なんですが、こちらがもう一つロースカツのお肉でして、こちらの赤い大理石デルクポークロースカツ御膳をおすすめしています。赤い大理石、はい、この赤い大理石の名前のインパクトがあるんですけど、酒がお好きというふうにお伺いしております。酒も用意していただけると。そうなんです、注文はいくかされますか？もちろんこれですよね。ありがとうございます。棒切れ、あと赤い大理石、赤い大理石、はい、はい、ありがとうございます。あとは単品、あ、エビもあるんですよ、単品の、はい、こちらの方にウキフライもちゃんと説明しております。チーズ重ねか全部ください。はい、はい、食べきれる、食べきっちゃう。おすすめしてるこちらものをそれでご用意します。はい、はい、それでお願いします。はい、かしこまりました。はい、对，这个今天是来吃他们好吃的东西嘛，只吃两样的不够，他们家推荐的全部来。こちらがお突き出しのごま豆腐、茎れんこん、キャベツでございます。うえー、こち
ちらお突き出しなんですが、メインの料理の前に出す前菜としてお出ししております。こちらのキャベツなんですけれども、とんかつの前に召し上がっていただくと油の吸収を抑える効果がございますので、当店ではキャベツを先にお出ししております。ドレッシングがですね、こちらの特製の柚子ドレッシングと、こちらがごまドレッシングでございます。じゃあ2種類ご用意しておりますので、お好みでおかけいただいてお召し上がりくださいませ、はい。キャベツなんかおかわりもございます。ああ、今聞こうとしました、食べ終わっちゃったらどうしますかって聞こうとした。そうなんですよ、おかわりもたくさんご用意しておりますので、はい、ぜひご利用くださいませ。ありがとうございます。いただきまーす。ほべ入るとはいっちゃいっちゃい。うわ、みずみずしそう。好新鲜啊，みずみずしい，对，水水的。嗯。刚没有给大家看到他这里点餐的平板呢，有三种语言呢。你也可以在这里切换语言，但是你不切换呢，其实你看这个下面这里，这个菜单的下面呢，哦，其实就有中文、韩文、英文。失礼いたします。お待たせいたしました。じゃあ先に赤い大理石ビロックフォークロースカツ御膳でございます。はい。大理石きた。はい、大理石でございます。スペイン産の生ハムにも使用されているお肉でして、お肉本来の旨味を引き出すためにぜひこちら添えてあるレモンと、じゃ特上アンデスの紅塩がございますので、こちら上からかけてお召し上がりくださいませ。失礼いたします。大変お待たせいたしました。こちら柔らか棒ヒレカツのマツ 180g でございます。こちらの食べ方提案させていただきます、はい。こちらがオリーブオイルとなっておりまして、こちらがスポイト状になっているんですけれども、オリーブオイルで、オリーブオイル、はい、スペイン産です、オリーブオイルをこちらのボヒエの断面に数滴垂らしていただいて、ちょっといってもよろしいですか。あ、はい、お願いします、はい。本当にスキンケアみたいにこう垂らしていくんですね。数滴垂らしていただいて、はい、こちらの上からさらにこちらのお塩を、はい、こちらもやらせていただきます、はい、だけ、はい、いたします。こちらを適量かけていただいて、はい、蒸し上がりいただくと、はい、お肉の柔らかさがより際立ちまして、すごく美味しくなりますので、ぜひご賞味くださいませ。吞口水吞口水。欸，他的这个吃法很特别。真的，我们不会用那个猪排酱啊。欸，真的耶。所以等于他们很有自信这个自己的素材。对。嗯，好热乎，好多肉汁哦，试一下。いただきます。他们在那里坚持。好吃。好吃哦。它很软的，各位，我刚咬一口吓到，吃起来有点像好吃的那种厉害的和牛，很软、嗯。然后呢，它本身的味道呢就是很香，跟我觉得它厉害的地方是，它炸的部分呢就是外皮嘛，嗯，其实呢不会厚，所以你不会感觉到很油腻耶。嗯。哇，my，我不知道怎么说，就是它的这个味道呢跟我们平时吃的有点不太一样。可能是肉的好吃，也可能是他们的炸法啊。说到炸法，他们用的这个油呢，嗯，是米油啊，嗯，米油啊。这个米油呢，它好处很多。用米油去炸的东西呢，吃起来不太会那么油腻，跟它不会有臭油味，你知道吗？米油还有维他命 E， 维他命 E， 对，有营养嘛。对对对。然后它不容易酸化。
我们如果用已经上化的油来料理的东西吃的话，就会老化哦。啊，是这样哦。嗯，所以对美容也好。哦，对美容也好。嗯，太讲究了吧？那你那边的阿盖代理的皮？嗯，我都忘了，我还有他们。嗯，这个是用柠檬汁，对，或者盐来吃。这个盐呢也非常讲究，我刚看了，我看不懂，就是不知道哪里来的，就是很素材非常讲究的盐选的。肉本来の旨味を引き出すためにぜひこちら添えてあるレモンと、じゃあ特上アンデスの紅塩がございますので、そちら上からかけてお召し上がりくださいませ。我看不懂。いただきます。真的没有猪排酱可以吗？我这次宣布，从今天开始呢，猪排酱呢不再是猪排酱了，猪排酱就变成タダの酱。依然好吃。依然呢？这个跟你的不同的地方呢，你这个很软嘛，它这个呢就是比较有咬劲，跟它保留一点点肥肉在旁边。你看，你其实这样看，你看得出来，四分之三是瘦肉嘛，后面呢有一点脂肪，肥肉给你享受这个吃猪肉的爽感。如果是喜欢肥肉的朋友呢，可以点这个大理石，这样子两个可以吃到，有瘦肉也有肥肉。哇，肥肉也好吃哦。嗯，配白饭吃。嗯，哇，它米很湿，很好吃，不慢。お待たせいたしました。こちら極上大エビフライでございます。わあ、うまい。こちらブラックタイガーの中でも厳選された太さと甘さ、プリプリの食感が味わえる一品でございます。ブラックタイガーなんですね。ブラックタイガーでございます。はい、じゃあお召し上がりいただいて、柔らかボヒレカツに合う、はい、ワインのリースリングでございます。お願いいたします。いいですか？なんか誕生日？誕生日かな？こちらに失礼いたします。先吃一口。嗯，它稍微有酸味嘛。嗯。就前面吃的油腻的东西，跟这个喝起来很舒服。舒服。你叫了什么？大虾子啊，极上大海老。我听不懂。极，国库就我也，あの漢字五文字是为什么？我以为你说了一些成语。极上大海老，各位，いただきます。好大哦！它里面的肉很有弹性，然后它的外皮很脆。来まして、大粒カキフライでございます。はい、カキフライ。おお、大きい。はい、こちらカキの名産地である広島県江田島産のカキフライを使用しておりまして、ミネラル豊富な旨味のあるカキになっております。はい、こちらもぜひ海鮮に合うレモンとタルタルソースをご用意くださいませ。はい、这个真的很大耶，我看过的カキフライ里面最大。各位不要误会哦，它里面没有背哦，它只有这个肉哦，各位，肉这么大。通常カキフライ都是这样小小的。真的。真的。都是肉。现在十一月嘛。对，可能是季节。嗯，冬天。嗯。カキ。好吃哈。新鲜。こちらがチーズ重ねカツでございます。わあ。こちら中に、はい、コクのあるとろけるチーズが柔らかいロースに包まれておりまして。あ、これもロースなんですね。はい。こちらの周りはロースのお肉になっております。はい。こちらのチーズの味を楽しんでいただきたいので、まずはソースなど何もかけずにお召し上がりいただくことをお勧めしております。はい。中が大変お熱いので、蒸し上がるときはお気をつけくださいませ。はい。わかりました。熱そうだわ。因为要吃给你享受这个塔奇斯的好吃嘛，所以呢先什么都不要加。
爆浆。おいしい。然后我发现，因为其实我平时到猪排店，我跟优马都是这样子，我吃一两三片我会腻，就是吃不完。嗯。但这里呢，我们吃这么多，我还没饱哎。こちら特上の厚切りロースカツ丼でございます。こちらのロースカツはなんと230g の厚切りでご用意しております。230g。230g で当店で扱うお肉の中一番大きいお肉になっております。こちらがひょうたんの七味唐辛子が入っております。じゃあぜひお好みでおかけくださいませ。はい。ちょっと嫌だ。惊讶，为什么今天六个人把吃这么多？刚刚呢，我们已经吃掉了。因为今天我们来拍摄呢，是他们邀请我们过来的嘛，所以他真的把他们店里面好吃的全部搬出来，各位。这个呢，它的这个冲击性很强，哎，いただきます。嗯。哇。刚刚炸好的。这一道料理用的这个猪肉呢，是他们公司啊自己养殖的猪，哎，从头管理到尾，连这个猪的。后事都帮他想好，好吃哦。刚好有很温柔的音乐，跟你的表情很适合。妈妈，ありがとうございました。好棒哦！超越我们的想象哎，因为说是炸猪排嘛，我就说炸猪排能做到多高级嘛？因为我没有吃过，嗯，我这里真的。打破了这个我对猪排酱，不是猪排酱，没有猪排酱，我对猪排的三观。你，呀，すごい。也有很多新体验。对，猪排酱不用猪排啊，猪排不用猪排酱来吃也是第一次。嗯，连更简单的橄榄油来吃，还有配外饮。嗯，店内的气氛也超棒的。嗯，也很适合约会，跟家人来吃饭也可以。那午餐、晚餐，即使你们来吃呢，它价格都很亲民啦。我以为更贵，因为他说高级嘛。嗯，对啊。但这个价钱，如果我们在赤城县吃，也是差不多这个价钱呐、啊。差不多，差不多。对啊。嗯。ありがとうございました。这家店内 ABC カツサイ，请大家来日本调过来哦。待ってるぜ。